ニコラウス・コペルニクス、ニコラウス・コペルニクス、ラテン語名、ニコロウス・コペルニクス、ポーランド語名、ミコアイ・コペルニク、1473年2月19日から1543年5月24日は、ポーランド出身の天文学者、カトリック司祭である。当時主流だった、地球中心説、天動説を覆す、太陽中心説、地動説を唱えた。これは、 天文学史上最も重要な発見とされる。ただし、太陽中心説を初めて唱えたのは、紀元前3世紀のサモスのアリスタルコスである。また経済学においても、貨幣の額面価値と実質価値の間に乖離が生じた場合、実質価値の低い貨幣の方が流通し、価値の高い方の貨幣は帯蔵され流通しなくなる。 悪化は良化を駆逐することに最初に気づいた人物の一人としても知られる。コペルニクスはまた、教会では、司教座聖堂参事会員、カノンであり、知事、長官、法学者、先生術師であり、医者でもあった。暫定的に、領主司祭を務めたこともある。コペルニクスは、1473年2月19日に、トルンで生まれた。成果は、 旧市街広場の一角にある。トルンは1772年のポーランド分割によってプロイセン王国領となり、現在はポーランドの一部に復帰している。ナチス時代にはドイツ人かポーランド人かで論争が行われたが、現在ではドイツ系ポーランド人と思われている。ポーランド・リトアニア共和国は単一民族による国民国家ではなくポーランド王に従う。 多民族国家であったため、ポーランド人、リトアニア人、ドイツ人、チェコ人、スロバキア人、ユダヤ人、ウクライナ人、ベラルーシ人、ラトビア人、エストニア人、タタール人などが民族に関係なく暮らしており、ポーランドの市民権を持っている人は皆、ポーンド人であった。王国内の共通言語は、ラテン語とポーランド語であり、クラクフ大学で大学教育を受けてもいることから、 コペルニクスが日常生活に困らない程度のポーランド語を話すことが来たことは推定されているが、本人がポーランド語で書いたものは現在発見されておらず、彼が実際に日常会話以上のポーランド語をどの程度使えたかは定かではない。彼のせいのコペルニクスはラテン語表記のコペルニクスを日本語で読み下したもので、ポーランド語ではコペルニク、コパーニックとなる。 ポーランド語で、銅屋の意味。すなわち彼は、銅屋の、ミコアイ、ニコラウスである。父方の一族のコペルニク家は、ポーランドのシレジア地方、オポーリ県にある古い銅山の町、コペルニキの出身。シレジア地方は13世紀のモンゴルによる、ポーランド信仰で住民が避難して、チリジリとなるか逃げ遅れて殺されるかして人口が大きく減少したため。 ポーランドの統治の諸行は復興のために、西方から多くのドイツ人意味を招いている、ドイツ人の東方植民。その中で、コペルニクスの父方の先祖の少なくとも一部も、ドイツの各地からやってて、そのため一族がドイツ語を母語としていたものと、推測される。10歳の時、道を飽きなう裕福な商売人だった父親が亡くなり、 母親のバルバラ・バッツェンローで、バーバラ・ワトセンロードは、すでに亡くなっていた。そのため、母方のおじであるルーカス・バッツェンローで、ルーカス・ワトセンロードが、父の死後、コペルニクスと兄弟を育てた。ルーカスは、当時教会の立州自祭、カノンであり、後に、ポーランド王領プロイセンにあるバルミア、ウォーミアの領主司教となった。コペルニクスの兄弟アンドレアス、アンドレアスは、 ポーランド王領プロイセンのフロムボルク、ドイツ語、フラウエンブルク・フラウンバーグのカノンとなり、妹バルバラ、バーバラは、ベネディクト修道院の修道所となった。他の妹カタリーナ、キャッテリーナは、死の表議員だった、バルテル・ゲルトナー、バーテル・ガートナーと結婚した。コペルニクスの貢献をしていた叔父は、彼が司祭になることを望んでおり、1491年に、コペルニクスは、 クラクフ大学に入学し、自由な中を学んだ。この過程で月の精密な軌道計算を、史上初めて行った著名な天文学者で、従来より定説とされていた、天道説に回帰的な見解を持っていたアルベルト・ブルゼフスキ教授によって、初めて天文学に出た。さらにニコラウスが科学に引き込まれていたことが、ウプサラの図書館に収蔵されている、当時の彼の本からも伺うことができる。 1495年に学位を取らずに、クラックフ大での学業を終えると、おじの計らいで、バルミアの立修自祭の職につき、生活の保障を終え、一年ほど、バルト海沿岸にあるフロムボルクにいた後、1496年には、イタリアのボローニャ大学に留学し、法律、カノン法について学んだ。カノンとローマ法について学んでいる間に、彼の恩師であり著名な天文学者であるドメニコ、 マリーア・ノアーラ・ダ・フェル・ラーラと出会い、その弟子となった。1500年には、ボローニャ大学での学業を終え、ローマを見物した後に、一旦、フロム・ボルクに戻り、バルミアの聖堂三次会に許可を取って1501年に、再び、イタリアに留学した。今度の留学先は、パドバ大学であり、ここでコペルニクスは今度は医学を学んだ。この際、コペルニクスは、 当時医療に必須とされていた先生術も学んでいる。パドバでの学生生活は2年間に及び、最終的には1503年にフェラーラ大学でカノン法の博士号を取った後にバルアに戻り、再び律習自祭の職について、この後、バルミア地方及びその近隣から出ることはなかった。戻ってきた当初コペルニクスは律習自祭ではあったが、 バルミア領ではなく落ち着きの補佐となり、リズバルク、リズバルクイコールバルミニスキにある死教宮殿に移り住んだ。ここで聖職者として、また医師として多忙な日々を送るようになったが、一方で余暇を見つけては、天体観測を行い、自らの考えをゆっくりとまとめていった。本格的に地動説の着想を得たのは1508年から1510年頃と推定されており、 天道説では、終天園により説明されていた天体の逆光運動を地球との交点速度の差による見かけ上のものであると説明すなどの理論的裏付けを行っていった。またこの頃彼はギリシア語も読習しており、1509年にはギリシア語からラテン語に翻訳した手紙集を出版している。1510年にはコペルニクスはおじのもとから独立し、 再びバルミア領のリー立州自祭に戻り、フロムボルクにて職務に就くようになった。そしてこの年、コペルニクスは、同人誌として、コメンタリオールス、コメンターオラスを出版し、太陽中心説、地動説を初めて公にした。ただしこれは、友人の数学者たち数人に送られたものに過ぎず、一般にはほとんど知られていなかった。1511年には、 聖堂三次会の証書に選ばれ、文書管理や金融取引の記録を行った。その後も有能で勤勉な司祭として多くの仕事をする一方、フロムボルクの制堂付近の塔で天体の観測、研究を続け、新しい理論の創造に向かっていた。ただし、コペルニクスは理論家、数学者としては優れていたものの天体観測の腕は必ずしも良くなかったとされる。 1512年にはバルミアの領主司教だった叔父のルーカス・バッツェンローデが死去している。この頃には天文学者内において少しずつ名が知られ始めており、1515 15年には開催中の第5ラテラン公会議において会歴が議題に上がる中、ホッソンブローネ司教であるミデルブルクのパウルがコペルニクスに意見を求めている。1516年には 制度三次会の財産管理を担当するようになった。この仕事の過程で貨幣の質のばらつきとそれによる場合に気がついたコペルニクスは1517年に執筆した論文で貨幣の額面価値と実質化の間に乖離が生じた場合、実質価値の低い貨幣の方が流通し、価値の高い方の貨幣は帯増され流通しなくなる悪化は良化を駆逐することを説明するとともに、 貨幣の質を安定させ、経済を活性化させるために国王が貨幣鋳造を監督し品質を保障することを提案した。この論文は1519年にはラテン語からドイツ語に翻訳され、1522年には王領プロシアの議会にかけられた。コペルニクスは議会の席上でこの理論について説明し、いくつかの提案が採用され実行された。しかし、 この頃からバルミアを取り囲むように存在するドイツ騎士団国がポーランド横領プロイセン内バルミアに盛んに侵入を繰り返すようになり1520年にはフロムボルクが攻撃され大制度をこそ生き残った者の町のは大打撃を受けたコペルニクスはバルミア南部のオルシュティンへと逃れ同地の防衛に当たった1521年にはオルシュティンが攻撃されたもの,の2月に急戦協定が 結ばれ、コペルニクスは再び、フロムボルクへと戻った。1523年には、ファビアン・ルジャインスキ司教が死去したため、10月に、モーリッツ・フェルベルが次の司教に正式に、選出されるまでの9ヶ月間、コペルニクスは、バルミア全体の行政を担当していた。1525年にはドイツ騎士団国の最後の、総長アルブレヒト・フォンブランデンブルクが、 ポーランド国王ジグムント一世に侵入し、プロイセン行を称して、プロシア公領を創設したため構造は完全に終わりした。ドイツ騎士団国との構造は終結したものの、まもなく宗教改革の波がバルミアにも押し寄せてきた。1517年にマルティンルターが開始した宗教改革は周囲に急速に広がり、1523年には隣接する。 ドイツ騎士団国がルター派に改修し、バルミア近隣にもルター派よりの勢力が現れ始めた。コペルニクスはカトリックの立場を堅持したが、友人であるシサイティ・レマンギーゼと共にルター派の近況には反対の立場だった。1526年には、クラクフ大学時代のブルゼフスキ教授の天文学の講座の同窓の先輩で親友の地図学者ベルナル・バポフスキが、 ポーランド王国とリトアニア大公国の半島全体の地図を作成した際、コペルニクスはその事業を手伝った。1530年代に入ると、コペルニクスは聖堂三次会の古参として、教区内相談役的立場に就くようになり始めた。1529年頃からコペルニクスは、地動説についての論考をまとめ始め、遂行と解筆を繰り返していたが、 これを出版するつもりは全くなかった。しかし、コペルニクスの考えは友人たちを通じてこの頃にはかなり知られるようになっており、1533年には教皇クレメンス七世にこの考えが伝えられている。1535年にはバポフスキがコペルニクスのもとを訪れ、地動説についての話を聞いている。1536年には、 数奇教の一人であるニコラス・シェーンベルクがコペルニクスに賞賛の手紙を送っている。しかし、この頃はいまだコペルニクスはこの考えを出版する気持ちを持っていなかった。この頃にはヘウムノの主教となっていた親友のギーゼは何度も出版を進めたが、それでもコペルニクスは動かなかった。1539年、ビッテンベルク大学の教授であるゲオルクレティックスが コペルニクスの元を訪れ、自動説の話を聞き、感銘を受けて、弟子入りを申し込んで、コペルニクスの唯一の弟子となった。レティクスは、コペルニクスの理論を急速に吸収するとともに、この理論の出版を強く進めた。ここに至って、コペルニクスも、重い腰を上げ、自らの理論の集大成に取り組み始めた。1539年には、 レティクスが自らの天文学の詩であったヨハネス・シェーナーに長い手紙を送り、この中でコペルニクスの理論の要約を載せている。この手紙の写しをレティクスはグダニスクの出版業者に持ち込み、1540年には最初の報告との名で出版された。この書物の中でレティクスはコペルニクスの理論の要約を広めるとともに完成版の出版を予告した。コペルニクスと レティクスは理論のチェックを進め、1542年にはコペルニクスの主張となるであろう、天体の回転についての走行が完成し、ニュルンベルクの印刷業者であるヨハネス・ペトレイウスの元で印刷された。しかし、ここでレティクスがライプチヒ大学の数学教授に昇平されたため、レティクスはルター派の進学者、アンドレアス・オジアンダーに構成を依頼した。こうしてこの理論は、 出版を待つばかりとなったが、1542年11月に、コペルニクスは脳卒中で倒れ、半身不随となった。仕上がった構成釣りは、コペルニクスの死の当日に、彼の元に届いたという。1543年5月24日、コペルニクスは70歳でこの世を去った。死後コペルニクスは埋葬されたものの、どこに埋葬されているのかは不明だった。 コペルニクスの墓は各国の学者によって2世紀にわたって創作が続いていた。こうした中、シチェチン大学などのチームがコペルニクスの主な認知であったフロムボルクの大聖堂で2004年から発掘を進め、大聖堂の深さ約2メートルの場所から2005年夏、遺骨を発見した。この遺骨は肖像画と頭蓋骨が互いに非常に似ていて、時代と 年齢もほぼ一致していたので、遺骨がコペルニクスのものである可能性が高まった。2008年11月、シュチェチン大学とスウェーデンのウプサラ大学との共同で、この遺骨とウプサラ大学で4世紀以上も保管されていたコペルニクスのものとされる本に挟まっていた日本の毛髪とのな鑑定を行い、両者の DNA の一致によりこの遺骨がコペルニクスのものと最終的に認定された。 コペルニクスの最も重要な業績は、地動説の再発見である。当時はプトレマイオスが2世紀中頃に耐性した天動説が一般的な学説であったが、惑星観測の精度が上がるたびに、惑星の運行を説明するための終点円の数が増えていき、非常に複雑なものとなっていた。この複雑さを解消するために、コペルニクスは地球を 太陽の周りを回るものと仮定し、その結果従来の天動説よりもずっと簡単に天体の逆光運動などを説明できることを発見した。それまでの天動説においては地球を中心にし、内側からがつ、水星、金星、太陽、火星、木星、土星の順に惑星を並べていたのに対し、コペルニクスは太陽を中心として、光天周期の短い惑星からに配置していき、 惑星は内側から水星、金星、地球、火星、木星、土星の順に太陽の周りを回っているとした。また月のみは地球の周りを回転していると考えた。ただしコペルニクスは惑星は完全な円軌道を描くと考えており、その点については従来の天動説と同様であり、単にプトレマイオスの天動説よりも終点円の数を減らし、 エカントを排除したに過ぎない実際には惑星の軌道は楕円軌道を描いていることはヨハネス・ケプラーのケプラーの法則により発見された。最も天体が円運動を描いているという過程により、天文学者は天体の逆光運動の説明を迫られたのであり、そういう思い込みが存在しなかったのならそもそも天体運動を探求する動機すら、 存在しなかったのであり、コペルニクスが円運動にこだわった限界はやむを得なかったとする表がある。またコペルニクスは惑星や恒星がその上に張り付き運動すると考えられた、いわゆる天球については実在を疑っていなかった。コペルニクスのもう一つの重要な功績は、貨幣の額面価値と実質価値の間に乖離が生じた場合、 実質価値の低い貨幣の方が流通し、価値の高い方の貨幣は帯蔵され流通しなくなる、悪化は良化を駆逐することを突き止めたことである。これは、当時ドイツ騎士団が粗悪な銀貨を鋳造して大量に流通させていたため、隣接するバルミアで経済混乱が起きつつ、あ、タコに教会の財務担当だったコペルニクスが気づいたことにより、理論化された。 この理論はほぼ半世紀後、1560年に彼とは別に独自にこのことに気づいたイギリス国王財政顧問のトーマス・グレシムによって知られるようになり、グレシャムの法則の名で知られるようになった。コペルニクスの死と同時に世に送り出された地動説は、しかしただちに大きく、学会を動かすといったことはなかった。天体の回転については、禁書となることもなく各地の天文学者のもとに、 広くられるようになっていったが、だからといってこの理論が正しいと考える者も,のもあまりいなかった。コペルニクスの観測記録は精度が悪く、それをもとにした地動説も天動説と比べてそれほど精度にがあるものではなかったためである。1551年にはエラスムスラインホルトが天体の回転についてに基づいてプロイセン表を作成したが、 これも従来の製氷の精度から大きく離れるものはなかった。コペルニクスの地動説の普及に努めたトマス・ディックズは、恒星の天球を取り除いたものの、残りの惑星については未だ天球上に存在するものであるとした。この状況が大きく変わるのは、1619年にヨハネス・ケプラーが、惑星は楕円軌道を描いているというケヘプラーの法則を発見し、これによって、 地動説を補強するデータが大幅に精度を上げていこうの子である。1627年にはケプラーが地動説に基づいてルドルフ表を完成させ、これによって地動説は天動説に対し完全に優位に立った。そしてアイザック・ニュートンが1687年に自然哲学の数学的諸原理プリンキピアの中で万有引力の法則を発表し、これによって 地動説は完全なものとなった。コペルニクスの説が完全に受け入れられるまでには100年以上の時がかかり、また発表から数十年間は目立った動きは起きなかったものの、最終的にはコペルニクスの説は世界観そのものを覆すような大きな影響力を持つこととなった。18世紀後半には哲学者イマヌエル・カントがコペルニクス的展開という言葉を作り、 やがてこの言葉がパラダイム転換と同じような意味で使われるようになったのもコペルニクスの業績が広く受け入れられるようになった一つの証左である。上記の通りコペルニクス存命中及び死後数十年の間はコペルニクスの理論についてローマ教皇庁が反対をするなどということはなかった。コペルニクスは存命中にすでにこの考えを公表しており本人自身がこの考えが キリスト教に反するものだとは全く考えていなかった。積極的に考えを広めてはいなかったものの、すでに1533年に、教皇クレメンス7世にこの考えが伝わっていること、及びその下にいた、数奇教、ニコラス・シェーンベルクが1536年に、この考えに大使さんの手紙をコペルニクスに送っていること、そしてコペルニクス自身が、 ローマ教皇パウルス3世へと天体の回転についてを検定していることからも、ローマ教皇庁が当初反対の立場を取っていなかったことは明らかである。逆にプロテスタント、特にコペルニクスの活動期に急速に勢力を伸ばしていたルター派においても、明確にこの考えに関して反対をしているというわけではなかった。 マルティン・ルター本人は、コペルニクスの考えに対して、明確に拒否反応を示し、聖書から外れていると批判している。宗教的見地からの地動説反対論としてはこれは、最も早い時期のものである。しかしながら、ルター派においても、コペルニクスを支持する者は多かった。天体の回転についての出版を主導したレティックスは、ルター派であったし、彼の人脈で出版にこぎつけた。 関係上、この書籍の出版に関わったものはルター派が多くを占めている。構成及び最終的な出版を担当したアンドレアス・オジアンダーもルター派の進学者であった。こうしたことからカトリック・プロテスタント両派において天体の回転については禁止されていなかった。しかし、1616 16年、ガリレオ・ガリレイに対する裁判が始まる直前にコペルニクスの著書、 天体の回転については、ローマ教皇庁から閲覧一時停止の措置が取られた。これは、地球が動いているというその著書の内容が聖書に反するとされたためである。ちなみに、聖書には、天道説が載っているわけではなく、はじめに、神は天地を創造されたという記述があるだけである。ただし、近書にはならず、純粋に数学的な過程であるという注釈をつけ、数年後に、 再び閲覧が許可されるようになった。アメリカ合衆国の科学関連のゴンゾー、ジャーナリズム雑誌アマニーの創設者の一人であるアマチュア科学研究者、ディック・テレシによると、このアイデアはアラビア自然学からの表説であり、また近代社会における西洋の交流に伴い、西洋中心主義及び白人中心主義士観によって非西洋文明圏の影響を故意に見落としてきたことが、 あるとしている。ドイツでナチスが勢力を誇っていた時代は、彼がポーランド人かドイツ人かが大きな論争の的となったコペルニクスの国籍論争が、現在は多民族国家ポーランド王国の国民、すなわち国籍ポーランド人であり、クラックフの大学を出るなどポーランドの教育を受けた、この地方のドイツ語の方言を母語とする家系、民族はドイツ人出身の人物、 すなわち、ドイツ系ポーランド人ということで落ち着いている。超悪地のイド元素の一つ、原子番号112の元素はコペルニクスにちなんで、コッパーニシアム、コペルニシウムと命名された。この新元素名コッパーシニアムは2009年に発見者であるドイツの14研究所、グシーにより提案された。その後2010年の2月19日、 コペルニクスの誕生日に合わせて IUPAC 国際純正応用学連合から正式名として発表された。その発表文の中では、コペルニクスが考えた太陽系のモデルがニールス・ボーアによる原子モデルに通じると述べられている。コペルニクスはポーランドで最も有名な偉人の一人であり、ポーランドには彼にちなむ事物が多く存在する。コペルニクスの成果は、 トルンの旧市街に現在も残っており、コペルニクス博物館となっている。また、彼が観測を続けた、フロムボルク城内のコペルニクスの塔にも1948年に同じくコペルニクス博物館が開設されている。蒸気の二つはコペルニクスが実際に暮らした場所であるが、それ以外にもコペルニクスの名が付けられたものは数多い。 ポーランドにおいて1965年10月29日より発行されていたセンズォティ兵に彼の肖像が使用されていた。この紙兵は1996年まで発行されていた。1945年にはコペルニクスの記事であるトルーニ大学が設置されたが、大学名は彼の名を取りニコラウス・コペルニクス大とされた。2005年に ワルシャワに建てられたポーランド最大の科学館はコペルニクス科学センターと名付けられている。1972年にはコペルニクス生誕500周年を祝うためヘンリック・グレツキにより公共局第2番コペルニクス等が作曲された。天文学関係においても彼にちなんで名付けられたものは多い。月面の嵐の太陽の頭部にある最も目立つクレーターに コペルニクスの名が与えられている。また、1972年に打ち上げられ1981年2月まで運用されたオアオ3号にもコペルニクスの名が与えられていた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。